マーカンは SUV というところでスポーツカーですからね。 SUV 型のスポーツカー、これがどんな走りをするか、いやー楽しみですよね。マイスター元でございます。今回お届けする動画はこちらでございます。さあ今回ご紹介するお車はこちらでございますね。えもうこの顔見ればわかりますよね。こちらポルシェのマカン。しかもですねこのモデルマカン S ですね。マカンは2度のマイナーチェンジを繰り返して今こちら、まあ、マカン3と呼ばれるね、まあ、最終型このモデルなんですよね。こちらの、まあ、ハイパフォーマンスモデルであるマカン S、 こちらを今日はご紹介したいと思いますね。いやーやっぱマカンはかっこいいですよね。さあそれではねマカン3になってね、まあ、何が変わったかと言いますとね、まずこのヘッドライトですよ。今ねちょっとついてますけどこのね爪のようなねこの4つ目、これですねポルシェの PDLS。かっこいい、はいね、ヘッドライト入ってますよね。そして、まあ、この顔ですよね、このバンパーですよね、こういったねこの黒のトリムって言いますかね、この辺が大きくなったんですよね。まあ、あとねこの下もそうですよね、まあ、要するにバンパー周りが変わったと、うん、そして、まあ、あとねホイールとかもね変わってるんですけども、まあ、一番ねやっぱり大きいところはこのテールライトですよね。これね、まあ、中期型っていうんですかね、真ん中のモデルのマカンからここがつながったんですよね。初期型モデルはこことここが離れてこの部分がねつながってなかったんですけどね、まあ、中期モデル以降つながったと、まあ、中期型とねこの後期型若干ねデザインは違うんですけどね。そしてマカン S ですよ。あとですねこちらの下回り、うん、こちら S なんでねマフラーが左右2本出しの合計4本出しになってるんですね。あとねこのようにですねこちらディフューザー形状になってるんですよね。ディフューザーずーっと入ってますからね。うん、まあディフューザー形状といってもそんな深いねディフューザーではないですけどね。うん、このようにねかなりスポーティーな形になったんですよね。うん、あとこのねやっぱ色がねクレヨンですよね。このクレヨンってすごい人気あるんですよね。しかもこのクレヨンにこのホイール、こちらねネオジムというね色で塗装されてるんですけどね、このネオジムというのはですねあのカイエンのねあの最もハイパフォーマンスなスポーツモデルカイエンターボ GT というのなんですけどもね、そのホイールに、まあ、つけられた色だったんですよね。ネオジムちょっとゴールドというよりもちょっとブロンズみたいな感じですよね。いやーこれかっこいいですね。さあこの車、ボディサイズですね、全長が4726、全幅が1927、全高が1621、ホイールベースが2807と、うん、まあミドルサイズ SUV って感じですかね。ただねこの全幅がね1927ってこれ結構でかいんですよね。確かにカイエンよりは小さいんですがね、マカンはカイエンより小さいからいいと思って乗ってみて、意外とねこの車幅これでね駐車場入んなかったなんていうのがね結構あるんで、これは気をつけた方がいいですね。さあそれでは詳しく見ていきましょう。さあではタイヤ見ていきましょうかね。まあ、このネオジムかっこいいですよね。これサテンオーラムっていうねもっとゴールドの強いのがあるんですけどね、それとはまたちょっと違ったねやっぱりこのブロンズ調がいいですよね。で S なんでキャリパー赤いです。こちらタイヤサイズが265の45の R20 と20インチですね。これマカン S ホイールってやつですね。まあ、マカン S の標準のタイプのホイールにネオジム塗装を施したと。うん、後ろ、さあこちらですね、後ろのタイヤがこちら295の40の R20 と、あマカン S って後ろ295だったんですね。こんな太かったんですね。
ね。こちらの車は一応4輪駆動なんですけどね、だいたい4駆の車ってフロントとリアのタイヤサイズって同じなんですけどね、やっぱマカンはスポーツカーですからね。しかも後輪の方ですね、まあ後輪駆動に近いような4駆の設定、すなわち、まあ、後輪にトルクを多く配分している、まあ、4輪駆動と。なんでこのようにですね、後輪の方をタイヤ太くしてるんですね。いやースポーツカーですよ。さあ現在ですね、このマーカン3、まあ、2023年モデルですよね。こちらはですね、マーカン、そしてマーカン T、 そしてこちらマーカン S、 そして最上級に GTS、 こういった、まあ、4つのグレードでね展開してるんですよね。そしてこれはマーカン S、 うん、まあ真ん中のモデルっていうんですかね。マーカンとマーカン T はですね、まあベースは同じ2リットルの直列4気筒のエンジン、このマカン S、 こちらはですね 2.9 リットルの V6 ターボエンジンなんですね。ではエンジン見てみましょうかね。さあ来ました。マカンはこのようにね、ボンネットがガバッと開いて、ヘッドライトの部分がこれくり抜かれてるんですよね。これ面白いですよね。さあ出てきましたよ、こちらですよ。見えるかな、 2.9 リッターの V6 S のエンジンですね。いやー、もうフルカバーされてるんですね。うん、こちらがですね、最大出力が380馬力、そして最大トルクがなんと520ニュートンですよ。もう520ニュートンってこれ相当ですよね。すごいですね。こちらですね。うん、電子制御のサスが入って。エンジン V6 はでかいな。以前ね、マカン、スノマカンですね、スノマカンの、まあ、インプレッションもしてますんでね、その時は、まあ、直列2リットルのね4気筒エンジンここに搭載してたんですけどね、その時は結構ねエンジン周り隙間があったんですよね。やっぱりこの、ね、でかい V6 をねこちらに入れると、さすがギチギチになりますね。かっこいいじゃないですか。そしてフロントは運転支援系もがっちりしてますんでね、カメラセンサーついてますね。いいじゃないですか、かっこいい。さあそれではね、後ろのラゲッジ見てみましょうかね。マカンはですね、ここなんですよね。ポチッとじゃじゃんと、こちらですね。4対2対4の分割加灯式ですね。こちらからは倒す機構はないので、後ろの席を倒すのはドアから倒すしかないですね。まあこちらのサイズですね。こちらはまあミドルサイズ SUV としてはまあ普通の大きさですかね。至って広くも狭くもないのかな。まあね、マカンはねこれスポーツカーですからね、スポーツカーでこんだけ荷物が積めるっていうのは、これはなかなかやっぱりパッケージがいいですよね。ちなみに床下収納は、お、がっつり入りますね。あ、床下広いですよね。ほうほう、これは荷物置けますよね。いいじゃないですか。素晴らしい。さあそれでは中見てみましょうかね。こちらね、グリップタイプのねヒンジタイプですね。さあこのような感じですね。こちらねレザーパッケージがね入ってますんでね、この辺ねちゃんとステッチのついたレザーなんですよね。こちらシートのセットがついて、パワーシートで黒のレザー、ステッチ白ってかっこいいですよね。ステアリングこんな感じ。さあちょっとね乗ってみましょうかね。さあこんなんですよ。マカン、こちらはですね実は2014年にねデビューしたんですよね。よって、まあ、今年2024年ですから、もう、まあ、かれこれ10年近い、まあ、ロングセラーのモデルなんですよね。まあ2度のマイナーチェンジを繰り返してはいるんですが、基本的な設定はやっぱり2014年なんですよね。まあこちらのね、まあメーター周り、この辺ですね。まあ718Kマンとかも含めてね。
うん、確かに前目見るとちょっとレトロな感じもしますけどね。でこちらですね、時計が入ってます。これスポーツクロノを設定しなくてもここに時計針になりました。今まではねスポーツクロノを設定しないと、オプションを設定しないとここにね時計なかったんですけども、このモデルからはもう標準になりましたね。そしてナビ、大きくて綺麗ですよね。画面もすごい綺麗ですね。うん、そしてねもうこの辺すべて、こちらも実は液晶なんですよね。これをこうタッチする感じなんですよね。なんでこれキーを、まあ、オフにすると真っ暗なんですよね。うん、そして、まあ、シフトノブですよね。まあ、1世代目と2世代目のね、まあ、前期中期のマーカーはここにねボタンが、あの物理ボタンがねババババババッとねいっぱい押したのがあったんですけどね、まあそれはそれで結構迫力もあってね、まあ操作しやすかったんですけどね、これがかなりスッキリしましたね。うん、そしてこうですね、ドリンクホルダーは横に2つ、ここちょっと置けますね。でグローブボックス、うん、ここはお USB のタイプ C が2つと SD カード、あと SIM が入ってるんですね。また SD カードが入るってなかなか今ないですもんね。面白いですね。そしてここですね、こちらボタンが、ここがボタンがいっぱいあるんですよね。これライトとかですね、あとサンルーフですね。こちら大型のねサンルーフがついてますんでね、うん、その開閉ボタンとかですかね。そしてバイザーは、うん、照明もちゃんとつきますね。 OKOK、 武道会行きます。そしてまあ、パドルシフトがついてて、こちらはカーソル、そしてこちらはこちらはまあカーソルですね。ここはちなみにですね、このようにですね、こちらの、あ、ちょっとエンジン入れてみましょうかね。エンジンかけてみましょうね。エンジンスタート。あ、 V6 静かですね。やっぱこれ違いますね。やっぱ2リットルのねエンジンとはやっぱ違いますよね。静かでしたね。ここはねこのようにですね、いろいろですね、いろいろ変えられるんですね。ここでナビにもできますしね。これなんかね実際走ってて、今四輪駆動がですね、まあ、前輪と後輪どんな風に配分されてるかなんていうのがね随時ここで分かりますからね。うん、面白いですよね。さあそれでは後ろの席行ってみましょうかね。さあ後ろ行ってみましょう。うん、後ろもこんな感じですね。レザーのステッチ入ってますね。うん、開口部の大きさはこんな感じ。うん、十分広いですよ。ここのねクリアランスも十分ありますからね。いいじゃないですか。さあ座ってみましょう。ドンと。さあこんな感じですね。こちらね、まあ、センタートンネル、まあ、4駆なんでね、ここにセンタートンネルにシャフトが入ってますんでね、ちょっとここはねやっぱ出っ張っちゃってますけどね。こちらはまあ吹き出し口が2つと、ここ温度調整できますね。うん、でシートヒーターもこれついてますね。で USB がタイプ C が2つついてますね。うん、いいですね。そして、まあ、私の運転ポジションで1、2、3個弱ぐらいですかね。十分広いですね。うん、靴もスポスポ入っちゃいますしね。うん、広いです。そしてここのねクリアランスは十分あるんでね、いやリアは快適ですね。うん、決して狭くないですね。これまあね、ミドルクラスなんでね、当たり前っちゃ当たり前ですけどね。で真ん中のこちらが、よいしょ、倒すとドリンクホルダーが縦に2つと、そしてまあ肘置きもね十分いい高さですね。うん、シートのリクライニングはうんないかな。まあでもねこの角度、立ってるわけでもないんでね、
十分快適に座れる感じですね。で、まあ、ここも広いんでね、うん、この車、まあ後ろは十分快適ですね。視界もこんな感じ、圧迫感はないです。うん、いいですね。まあ5人ね、まあ、5人乗る場合ね、ここにちょっとここまたがなきゃいけないですけどね、まあ5人がしっかり乗れるスポーツカーと思えばね、これは十分ですね。さあこちらのマカン S ね、走りが気になりますよね。やっぱりね、マカンは SUV というと、これスポーツカーですからね、 SUV 型のスポーツカー、これがどんな走りをするか、いやー楽しみですよね。さあそれでは行ってみましょう。さあそれでは行ってみましょう。スポーツモードで走行中ですね。では加速してみましょう。3、2、1、5。なるほど、いやーさすが 2.9 リットルの V6 ターボ、速いですね。ただですね、この車すごいジェントルなんですね。もうちょっと暴力的に行くのかと思ったんですけどね、いやこれかなりジェントルな加速しましたね。いや意外でしたね。以前ね、2リットル の, あのスノーマカン、こちらインプレッションしたんですけども、あちらの車はまあ250馬力ぐらいなのかな、で400ニュートンぐらいのトルクだったんですよね。それでもすごい軽快にですね、チャキチャキ走ったんですけども、この車は520ニュートンですからね、まあ、とんでもないトルクなんで、とんでもないまあ力なんですが、いやかなりジェントルなんですよね。いや S の方がもっと暴れん坊かと思ったんですけど、この車逆ですね。 S はかなりジェントル、落ち着いてますね。まあ、マカンはね、そもそも一番初期の前期型、あちらがもうねチャキチャキのねもうモデルで、もうまさにもうポルシェのスポーツカーを SUV にしましたよどうぞっていうようなね、まあ、パッケージングだったんですよ。なんで結構もう暴れん坊だったんです。そして中期型、こちらでねちょっとマイルドになったんですよね。そしてまあこちらのね、まあ、マカン3と言われるこの後期型ですかね、こちらでね、まあ、さらにマイルドになったのは確かなんですが、まあそれでもねやっぱりのスノーマカンは結構チャキチャキしてたんですよ。いやこの S はかなり抑え込んだと言いますかね、大人にした感じですね。うん、これは意外だな。と言ってもね、やっぱりこのポルシェのね味っていうのはやっぱりこのドライブフィール、ステアリングですからね。ポルシェを語る上でやっぱりこのステアリングが一番肝心なんですよね。うん、このステアリングのこのフィーリングはやっぱりポルシェですよ。もう乗った瞬間からっていうか分かる感じですよね。クイックすぎず、それでいて自分の思うように車を動かすことができると、これなかなかできそうでできないんですよ。ちなみにこの車はね4輪駆動なんでね、まあフロントとリアそれぞれのタイヤにまあ駆動を伝えるんですけども、基本的にはフロント2のリア8よって、まあほぼ後輪駆動の状態なんですよね。そしてこう例えばこう加速ブーンって加速していくと、今ねちょっとトルクがここに表示してるんですけどね、フロントとリアの前後配分、トルク配分表示してるんですけど、加速するとフロントにもトルクが伝わる感じですね。まあ大体7-3になったりですね、こういう時はフロント4のリア6みたいなね、そこまで結構前後で配分されるんですね。それにしても今スポーツモードなんですけど、まあ乗り味がいいこと、いいこと。こちらの PASM というね
まあ、電子制御サスペンション、こちらを装備しております。まあ、それもあってね、乗り心地がいいと思うんですけども、まあ、3段階、まあ、2段階かな、2段、3段階だな、3段階のうち今ノーマ、ノーマルよりも1つ硬い感じですね。1つ硬いセッティングがスポーツモードに入ってますね。これスポーツプラスにすると、やってみましょうかね。スポーツプラス首都高の情報です。回転が一気に上がった。横浜ジャンクションまで横浜北線経由で20分ほどかかります。スポーツプラスにすると今一番サスペンションハードになりましたね。しかも回転かなり引っ張りますね。3000回転近くまでずっとキープする感じですね。うん、これは燃費が悪そうだな。うん、さすがに PSM 一番これハードですね。ハードになると硬さ感じますね。ただ感じてもこれ20インチ入ってましたよね。それにシャー乗り心地いいな。全然突き上げはないですね。うん、ただ路面への接地感が先ほどより増えたかなと。うん、そういった感じですかね。そしてノーマル、うん、ノーマルにすると、あ、ここ今路面がすごい悪いところなんですけども、まあ快適に走りますね。いや、これエアサスとかいらないぐらいだな。本当すごいな、乗り心地いいですよ。うん、やっぱりマカンってスノマカンと S、まあ、エンジンがねやっぱ違うっていうのもあって、こちらの方がやっぱりね3リ、まあ、2.9 リットル、まあ、ほぼ3リットルですよね。よってエンジン重いんですよね。スノマカンは2リットルのエンジンで結構軽かったんですよね。よって鼻先が軽いんですっとね、コーナリングとかも鼻先入っていく、よりスポーツカーフィーリングが強かったんですよね。それに対してこの S、 こちらはやっぱ重厚感、車の重さをねやっぱり利用した安定感というんですかね、乗り味、そういったのが強いですよね。ちょっとね、コーナリング入ってみましょうね。ぐーんと、いや、さすがですよ。うん、ビシッと、うん、ほぼ車もね、ロールで車が傾くこともなく、スッと入って、スッとコーナー抜けると。しかもね、このハンドルもね、ステアリングもね、この自分が思った通りにコーナーに入ってきると。やっぱこの辺ポルシェなんですよね。ちょうど私もね、あの同じターンのタイミングでメルセデスベンツの GLC、 そしてまあこちらのね車の、まあ、ベースといいますか兄弟車ですよね、アウディの Q5、まあ、こちらにもね試乗する機会があったんでね。そしてこのマカン S、まあミドルサイズ SUV のね、まあ、同じライバルとなる、同じ土俵に上がってる車ですよね。今まあちょうど乗り比べみたいな感じになってますけども、まあそれぞれねやっぱりブランドによってね味付けはありますんでね、一概にこれがいいとかっていうのはないんですけども、私ね今回この、まあ、マカンね、これを今回あえて取り上げたのがですね、この車やっぱりねぜひとも乗ってほしいんですよね。私マカン大好きなんですよ。というのも、この車の次、まあ、マカンのね、この次のモデルからもうこれ電気自動車になっちゃうんですね。まあ先日私の動画でもね、あのインプレッションしてるんですけども、もうマカンの2代目ってもう電気自動車なんですよ。よってもう全く違う車、フィーリングも違えば、もう新しいマカン、もうマカンじゃないマカンって言うんですかね。もうこれじゃないんですよね。で、まあ、多分その車はめちゃくちゃね、速いんでしょうし、すごいことは分かってるんですけども、やっぱりね、ガソリンのね、マカン、マカン S、まあその上のね、GTS なんてありますけどね、それをやっぱりね、乗ってほしいんですよね。っていうのも、やはりこの車も先ほども申しましたけども、2014年からのパッケージングであって、決して、まあ最新のね、新しい車のパッケージングではないんですよ。まあマイナーチェンジを2回、2018年、そして2021年、で繰り返して車としてはね、どんどんブラッシュアップをかけて最新モデルにも負けないね車になってるんですけども、まあやっぱりね、インフォテインメント関係とかね、この辺の古さはまあまあしょうがないと。でもね、やっぱりね、
首都高の情報です。この車はね、スポーツカーなんですよ。横晴れ線を。スポーツカーなんです。SUV なんですけど、スポーツカーなんです。メルセデスも、BMW も、アウディも、スポーツカーじゃないんですよ。ポルシェはスポーツカーなんです。それでいて、この乗り味。で、スポーツカーの乗り味と、まあ、ラグジュアリーの乗り味ってね、まあ、対極ですよね。相反するものなんですけども。このマカンに関しては、明らかにポルシェの乗り味なんです。ただ、まあ、とんがりすぎてないって言うんですかね。まあ、誰が乗っても、このポルシェのスポーツカーの感覚を味わうことができながら、それでいて、まあ、乗ってて疲れるようなことは一切ないと。やっぱりね、このパッケージングってもうないんですよね。まあ、さすがにカイエンね、あれも立派なスポーツカーですし、ね、素晴らしい SUV なんですけども、やっぱでかいんですよね。よって、まあ、カイエンを所有できる環境にある方が、まあ、駐車場の問題とかですね、限られてしまうと。まあ、マカンもね、こちらはやっぱり幅が1900以上あるので、決して小さくはないのでね。まあ、駐車場関係でいろいろ問題、まあ、入らないとかも出たりするんですが、やはりこの一応ミドルクラスというパッケージの中で SUV を選ぶときに、まあ、メルセデスはもう快適な乗り心地。もう間違いないですよ。もう最高ですよ。ラグジュアリーで快適。BMW もね、スポーティー。アウディはね、クールでね。あれも良かったですよ、うん。ただね、やっぱりこのポルシェはまた違うんですよ。ですので、例えば、ずっとスポーツカーにね、憧れてた。だけどなかなか環境的にね、乗ることができない。しかも家族もできて、ね、子供もいたりなんかして、もうどうしてもやっぱファミリーカー買うしかない。そういう方がですね、SUV、まあ、ミドルクラスの SUV を選ぶときに、ぜひともこのマカンを選んでほしい、乗ってほしい。これ十分スポーツカーなんですよ。ポルシェなんですよ、十分。それでいて、5人十分乗れますし、荷物も十分積める。乗り心地もいい。これだったら家族の文句出ないですよ。それでいて、スポーツモードにして、踏めばまあとんでもない加速しますからね。この車、ぜひとも、乗ってみてください。では一般道行ってみましょう。さあ、高速道路を降りて一般道ですね。そして、ブレーキホールドからの立ち上がり。うん、こんな感じ。まあね、エンジン音は当然ね、ブランというのはね、しますし、まあ、他のね、メルセデスのね、最新のディーゼルとかね、ほぼ無音のものとは違いますけどね、これスポーツカーですから、これ全然 OK ですね。そしてブレーキホールドからの脱却もね、すごい、スムーズでね、突っかかりとかないですからね。うん、この辺はね、まあ、普通の快適な SUV としても十分合格レベルですね。さあ、こちらのマカン3なんですけども、先ほどもお話ししたように、次のモデルが、もう電気自動車と。しかも、もう次のモデル、この電気自動車のもう予約販売を開始したわけなんですね。したがって、このガソリンのマカンっていうのが、まあ今のところ、まあ併売と言いますかね、一緒に買えるんですけども、果たしてじゃあこれはいつまで買えるのかと。問題はそこなんですよね。今ですね、このサイバーセキュリティ法、実はこういったものが、まあ法律ですけどね、できたんですね。まあ、これ何かって言いますと、まあ今ね、サイバー攻撃とかね、まあインターネットとかによるいろんな、まあ、ウイルスとかですね、そういったものによる、まあ電子部品による攻撃ですよね。電子部品に対する攻撃っていうんですかね。まあそれに対する、まあ、セキュリティを強めていこうっていう、まあ、法律なんですけども、これ車と関係あるのっていうところなんですが、実は大いに関係があってですね、もうこのそもそも2022年からですね、このサイバーセキュリティの法律っていうのが、まあ、実行されて、まあ車のね、まあインターフェースといいますか、セキュリティですよね。まあそれを強化していかなきゃいけないよっていう法律なんですが、いきなりね、段階をどんどん上げて強化
しなきゃいけなくなると、今までね、あの販売してた車が販売できなくなっちゃうと。要は、アップデートが追いつかないと。よって、段階措置という形でね、何年かに分けてここまで段階を置いて、ここまでどんどんクリアしてくださいっていうようなレベルをね、設けてたんですね。そして、最終的に2026年の5月に、もう、一番マックスの、最高のセキュリティを持った車でないと販売しちゃいけませんよっていうところまで来ちゃうんですよね。で、まあこのセキュリティ何かって言いますと、要はですね、OTA、まあ、オンザエアーですかね。要するに無線で、セキュリティのレベルをアップデートできるようなシステムを積んでなきゃダメですよと。まあナビとかね、そういったこの、まあ、ポルシェで言うと PCM ってやつですよね。このシステムが OTA でバージョンアップができるようにしないといけないと。実はですね、この 718系、まあ、718シリーズも含めて、このマーカン、まあ、2014年のね、スタートって先ほども言いましたけども、これによってですね、やっぱりインターフェースが古いんですよね。何度かマイナーチェンジをして、まあ、見栄えこそ良くなっていますけども、元の根本の電子部品は変わってないわけなんですよ。よって、サイバーセキュリティ法の、この MAX の規制には対応できないと。すなわち、どうあがいても、2026年5月までの販売はもうないんですよ。それ以降の販売できなくなっちゃいますからね。マツダのロードスター。あれもですね、このサイバーセキュリティの法律の改正に対応する形でマイナーチェンジをしてきたんですよね。ナビの大きさが変わったりとかですね、ライトが LED に変わったりとか、エンジンがちょこっとパワーアップしたりとか、最近ね、去年の末かな?マイナーチェンジがありましたけどね、外見はほとんど変わらず。あれは実はですね、そのナビのシステムって言いますか、その元のね、セキュリティに対するシステムを丸ごと変えたんですよね。これって相当開発費もかかってお金もかかるんで、実はもうほぼフルモデルチェンジに近いぐらいの改正が必要なんですよ。で、マツダはね、まだロードスターをこれからもずっと売っていこう。それに対応させてまで売っていこうという意気込みで、そこまでお金をかけて、実は、新しくなってたんですね。まあ外見ほとんど変わってないんでね。知られてない部分かもしれないんですけども、あれ相当お金かかってるんですよ。それで、このマカンとかね、こういった車もじゃあ新しく、そういったセキュリティ対応にできないのかと。もうマカンのね、2代目はもう電気自動車で決まっちゃってるじゃないですか。よって、このガソリンの、このモデルのマカンを、そこまでお金をかけて、バージョンアップすることはもうないんですよ。すなわち、このモデルのガソリンマカンは、もう最後だと。もうそれも決定しちゃったんですね。じゃあ、いつまで乗れるのかと。いつまでこれ買えるのかと。そこなんですよね。一応ポルシェセンターでは、2025年までは、このマカンのガソリン、これを販売していくっていうことを、まあ、聞いてはいますけども、ただ、オーダーとして取るのかと。見込み発注でね、ディーラーで持ってる在庫、これを捌くまでになるのか、ちゃんと、まあお客さんのですね、好みのオーダーメイド。これがどこまでできるかなんですよね。まあ車はやっぱオーダーしてね、納車まで、まあ、やっぱりポルシェですと最低でもやっぱ3ヶ月、4ヶ月はかかるのかな。半年ぐらいかかっちゃうんじゃないかな。そうすると、まあ2025年、これ早々には、もうオーダーとしては、多分ストップしちゃうんじゃないかなと。あとはまあディーラーのね、在庫をさばく。そういった販売に変わっていくんじゃないかなと私は思うんですよね。そう考えると、まあこのマカン、こちらを自分好みのスタイルでオーダーして手に入れるっていう期間は実はもうそう長くないんですよね。まあちなみにあのサイバーセキュリティ法っていうのはこれ新車に対しての、新車登録の車に対しての執行なんで、認定中古とかですね。まあ中古車。
これに関しては別にあの大丈夫なんで、そこは問題ないです。中古車を買おうとしてる方は全然問題ないんですけどね。スポーツの、しまうっていうのはまあ残念だ。残念よって、私今回ね、いろいろこうやってミドルサイズ SUV をまあたまたまいろんな車をね試乗できたこともあって、なんとしてもこのマカンをねちょっと乗っておきたかったんですよね。やっぱり違いますよ、他の SUV とは。やっぱポルシェすごいっす。もうポルシェですよ。さあ、このね、マカン S。こちら、まあ、車両重量がですね、まあ、2000と 5kg。まあ2トンですよね。やっぱ S になるとね、V6 のエンジンになる分、結構重くなるんですよね。まあでもね、あの、車を重ければ悪いってわけじゃないんですよね。まあスポーツカーだったらやっぱ軽い方がいいんですけども、まあこういった SUV などはね、ある程度重さがあって、ね、車を押し付ける力。これがあると乗り心地も良くなるんですよね。よってこのマカン S に関しては、先ほどもね、すごいジェントルだと、乗り味が。それはやっぱりこのね、重さから来る味付けなのかもしれませんね。非常にいいですね。そしてこちらの7速の PDK、まあ、デュアルクラッチトランスミッションですよね、ポルシェのね。これもですね、あの非常に滑らかで、あの、718とか911みたいにパキパキする感じじゃないんですよね。もう逆にティプトロニック、オートマ、トルコンオートマに近い感じですね。さあ、そして車両本体価格ですが、こちらですね。1104万円と。まあ S ですからね。なかなかの値段ですよね。1000万超えちゃってますよね。まあ、ミドルサイズ SUV ですとね。まあ、1000万以下でもね、いろいろ選べるんですけども、でもこのやっぱり唯一無二のね、このポルシェの SUV、 しかももう乗れなくなっちゃうっていうことを踏まえると、ちょっと無理してでもね、こちら手に入れたいとこですよね。まあ S じゃなくてもね、あのスノーマカン、もしくはマカン T、 多分マカン T なんて結構チャキチャキなんだろうな。なんとかね、SUV、ミドルサイズ SUV を考えていらっしゃる方がいらしたらですね、ぜひとも一回試乗して、この車は乗っておく価値があり、必要があると思いますね。もうね、私マカン好きなんでね、ほんとちょっともういろいろ話しちゃいますけど、やっぱりこの車ね、まあ、ポルシェのね、エントリーとしてね、まあ始まった、2014年ですよね。ポルシェのエントリーモデルとして始まった、まあ、ポルシェ初の SUV だったんですよね。まあ、ちょうど SUV のブームに乗っかったっていうのもありますけどね。でね、やっぱりこの車ね、ポルシェの新しいお客さん、やっぱりポルシェって今までね、もうほんとスポーツカーのね、ブランドなんで、やっぱり男のお客さんが多かったんですよね、男性が。ところがやっぱりマーカンが出てから、女性のお客さんが一気に増えたと。まあ、そういったやっぱりね、あの、ポルシェのお客さんを変えたっていうね、もう、ユーザー層を変えたっていう、また、やっぱこれも歴史的な車なんですよね。そして、まあ、丸10年ですよね。丸10年に、まあ、渡るロングセラーのモデルなんですけども、まあ、逆にそれだけ、やっぱ商品力が高いってことなんですよね。ね、新しきゃいいっていうもんでもないですし、やっぱり、まあ、2回マイナーチェンジを繰り返してブラッシュアップして、まあ、さらに商品力を高めて、それでもね、やっぱり元のベースがいいんでね。それで今でも、並みいるね、もう最新の競合の SUV とも戦えるか、逆にそれ以上の価値を持ってるわけですよ。パリマカンはすごいんです。
これね、次電気自動車になるとね、またユーザー層も変わってくるでしょうし、まあ、電気自動車をね、乗れる環境の一つのもね、選ばれて、限られてきますからね。やっぱりポルシェとしても、やっぱこのマカンというのは、まあ、最量販車種、ね、最も売れる、まあ、ドル箱的な車ですからね。それを電気自動車に置き換えて、まあ、日本ですとまだまだね、電気自動車の販売率っていうのは非常に低いですからね。このドル箱を電気自動車として手放すっていうことも考えづらいし、かといっても先ほども言ったようにこの車のガソリンモデルとしてのバージョンアップはもうないと。なかなか頭の痛いとこですよね。さあいかがでしたでしょうか。今回はですね、ポルシェのマカン3、こちらのマカン S ですね、こちらに試乗いたしました。いやー、もう素晴らしい車ですよね。マカンは、まあマカンというやつね、ポルシェはね、あのスノーモデルから S、そして GTS、それぞれね、いろんなモデルがあるんですけども、もうこちらはもうお客様のですね、もう好みに合わせて乗る環境、乗る状況、ドライブスタイル、ライフスタイル、それに合わせてね、グレードを選べばいいわけですから、別にね、S が偉いとか GTS が偉いとか一切ないですからね。ぜひ自分のライフスタイルに合ったマカン、これを選んでほしいと思いますね。このマカン絶対おすすめです。これもう絶対に勝て損ないです。運転も楽しければ、それでいて快適。荷物も乗せられ、人も乗れる。もうこんなマルチユースな車って他ないですよね。まあ唯一ちょっとね、幅が広くてでかいっていうのがね、まあ唯一の欠点かもしれませんけどね。まあその欠点って言わずね、車幅が広い分、安定してるっていうのはね、まあそういったところもあるんですけどね。さあ、マカンおすすめでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。マカン最高。